と日本人の騎手でオーストラリアに修行に行かれた方も何人かいらっしゃいますよね。まあいますよね、まあ、あの向こうでジョッキーになった人たちももちろんたくさんいますし、はい、もう中には、ね、向こうに馴染みすぎて、うん、日本語怪しくなってる人とかも、ね、え、そんなに一度西オーストラリアだった方が、はい、だいぶ日本語が、まあ、パートナーの方も向こうの女性だから英語しかも喋んない年数が長すぎて、はい、日本語がちょっと おぼつかなくなってるぐらい向こうに馴染んだ人もいますし、まあ、あとジョッキーで言うとおっしゃる通り日本でプロになって修行で、うん、オーストラリア行ったっていうのが、まあ、坂井隆介騎手、うんうん、富田暁騎手、はい、から船橋の臼井健太郎騎手、うんうん、この辺の全部面倒見たのはライジングサンの川上代表ですよ。そうなんですね。そうで坂井隆介騎手今までこそもう、ね、今をときめく G1 ジョッキーですけども、うん、あのオーストラリアさんかなり苦労しました。ああそう、乗り比べやっぱり探すの難しいですか。探すのも難しいし、ビクトリア州にいる間には結局勝てなかったんですよ。うーん、ちなみにそのビクトリアにいる間彼が住んでた部屋、はい、絵を何年か後に私が観光で偶然同じ部屋をエアビーで借りるという全く同じ部屋全く同じ部屋を借りるという事件があったんですけど別に悪いことじゃないですよね。プレミントン競馬場のすぐ横のね物件なんですけど、でビクトリアで全然勝てなくて、うん、でちょっと南オーストラリア州に変わったの、うんうん、それも最初はもう乗り気ないから、うん、そのセドゥナだっけな、もうなんかもうすんげえ僻地のもうちょっといいジョッキーとかも行ってくれないような、はい、とにかく乗りくら欲しいですっていう人だけが行く、飛行機でしかも行かなきゃいけない、うん、アデレードからでも飛行機なのかな、なんかそのくらいの辺鄙なの、はい、に行ったらそこで初勝利を挙げて、で、まあ、それをきっかけというか流れも変わって、うん、でその後南オーストラリアで入った厩舎がちょうどなんかいろいろジョッキー組の関係でチャンスもらえる流れになってきて、うんうん、まあ、日本で結構坂井隆介騎手もこれで勝ってるよってニュースが伝わってたのはその SA 行ってからいい感じになったんですよね。でも同じジョッキーのビクトリア勝てなかったわけですから、そうですね、そう、それに比べると同じ中央の富田暁騎手はビクトリアでもそれなりに勝ちましたし、うん、向こうでの修行だけを切り取ったら一番うまくいってたのは富田君なんじゃないかなという気がします。日本人ジョッキーっていうのは海外での受け入れ的にはウェルカムなんですか。日本人だから排除しようという気持ちは別にないけども、はい、向こうが乗せるメリットがないのに乗せることはないよね。まあ確かに、うん、だからまあその本当に最初はもう人気ないやつ乗って、うん、それをみんなが思っているより上の着に持ってきて、あ、こちが的なっていうことを積み重ねていかないといけないんで、うん、もう本当に武者修行っていう感じですよね。いや、今そうだ、トムト君あんだけビクトリアで勝ったら立派なもんじゃないな。唯一さ、もう修行の終わり際にね、あのウェルビー競馬場で前走乗って2着かなかだった馬が次のレース出てくると、うん、もう勝てそうだと、うん、ところがそのレースにも先に頼まれちゃって馬がいたわけ、うん、だからこっち断るわけにいかないから、うん、泣く泣く勝てる馬を断らざるを得なかったわけ、はい、この邪魔な馬、うん、俺の馬いまだにたまにあの時ごめんねって言うんだけど実際どの馬が勝ったんですか。その馬勝ったの、その人気の馬勝ったの、うんうん、我々の馬普段障害使ってる馬で障害ないシーズンに平地使うと、うん、悪いわけじゃないけどいいわけじゃないと、うん、まあ、せっかくだから、まあ、乗りから人ぐらいでもあった方がいいから、まあ、止めたジョッキー乗せましょうって言った後に、うん、いい馬がそのレース来るってことになって、でもまあ気使ってこっちに乗ってくれたんでしょうね、うん、で向こうが勝っちゃってすいませんでした、一生減らしてすいませんでしたみたいな感じになるまあそれはまあ散々ある程度勝った後の、うん、遠征の終わり際だからまだいいですけど、ドア玉とかだったらもうちょっとマジで申し訳ないことになっちゃうねまだまあね、一個勝つのが大変な中でですからね。だから船橋の臼井健太郎はもうおそらく川上君の手を一番煩わせた、はい、あ、そうなんですか。そう、ただ彼はもう愛嬌がすごいあるんで、うん、でもう何ていうの、語学力のないコミュ力みたいな感じでさ行くのよあ、じゃあいい子なんですね。まあ本当に愛嬌だけはもうすごいあるんで、で、うん、やっぱりもう、まあ、そもそも乗せてもらえないし、彼はヤングジョッキーシリーズかなんか勝ったじゃないですか、うん、はい、それ一点張りで川上君が営業してくれたわけ。あ、
で、まあ、ポツポツのしてくれたりとかするじゃないですか、うんうん、でもなかなかやっぱデビュー戦は僕 G ロングに見に行ったんですよ、うん、競りもあったから。そのレースももちろ ん, もうなんかブービー人気ビルとかそんな感じの競馬でさ、うん、これなかなか厳しいなと思ってて、それがついに勝ったのが、はい、メルボルンカップ当日にもう開催が6畳も7畳もあるわけ、うん、そうするとジョッキーもチリチリになるから足んないじゃん、はいはい、一番下の開催ってやっぱジョッキー集まんない、うんうん、ミルドゥラっていうさ、うん、もうメルボルンからもう絶対飛行機じゃないといけないような距離のところで、でそこだとやっぱ乗り比べあるわけ、はい、でそこ行きました。この日飛行機が遅れてね、うん、もうずっと我々 LINE でやり取りをしてた、うんうん、間に合う間に合わないで、川上代表がちゃんと競馬場に連絡して飛行機遅れてっけど、うん、ギリギリまで機種変更にはしないでくれと言って、うんうん、でまあケンちゃんねこういう時だけすげえ瞬発力出んなと思ったら、うんまあ、飛行機遅れて着くじゃないですか。でもうミルダラの空港なんて客待ちしてタクシーなんかいないんですよ、うん、でみんな自家用車で来るから、うん、ところが誰かタクシー乗って空港に着いた人がいたんです。そのタクシーを踏んづかまえて、うん、競馬場まで猛ダッシュで行ってくれって言って行ってもらって1レースに間に合って、でそのレース乗って勝ったの。もうすごい、そんなバタバタして到着して、でその日まさかの3つ勝ったの。すごいですね。 でそれはあのノンタブ開催って言って、はい、タブで馬券も売っていない、はい、スカイで中継もない、うん、要は後日リプレイを見るぐらいじゃないと我々レースも見れないような開催、うんうんまあ、だからチャンスもらえるし、うんうんまあ、勝つこともできる、まあ、本当でもミルドラのあのノンタブ開催だけど、うん、それでもその年かは四次の時間に酒井隆盛氏とねたまたま話したら、いやそれでもビクトリア勝ってるのは羨ましいですよって、ね、あ そ, うそのくらいやっぱり向こうの競馬は厳しい、差別とかはされないけども、うん、本当に乗せるメリットがあるって分かってもらわないと乗せてもらえないんで、うんまあ、日本ってなんだかんだ環境は恵まれてるじゃない、特に中央はもうだってさ賞金もすごい新賞金もすごいす、ね、けどまあそういうもんじゃないです。何回だって賞金はまあまあいい、うん、でも向こうは、まあ、もっと厳しい環境で必死に上に上がろうとしてるジョッキーがいるんだっていうことを身をもって経験してくるのは、うん、あのその後のキャリアのためにはいいと思うんですよ、うん、みんな最初は下からですから、はい、香港ジョッキークラブの、うんうん、あのローカルの騎手ね、はい、香港人の騎手も騎手学校みたいなのがあるんだけど、うん、あのじゃあこれからプロな、うん、ってなった時にいきなりオーストラリアに出されるんですよ。へえ。オーストラリアとかニュージーランドとか、うんうん、でそこでもう要は這い上がってこいみたいな。一回出されるんですね。よ SA とかでよくあの香港人のジョッキー見ますし、まあ、今ローカルのジョッキーで日本の競馬ファン一番知ってるのはヴィンセント・ホーだと思うんですけど、はい、彼は確か、ニュージーランド、うん、でオサリバン厩舎かなんかで修行したと思うんです。へでそれをの経験をして、まあ、あの香港帰れる騎手は帰って、そこから頑張ると。日本もその制度良くないって言ってます。確かにいいかもしれないですね、うん、でも自主的に行ってる人はいますけど、はい、で、あの、まあ、騎手だけじゃなくて、うん、日本人のその、まあ、休眠とか女子とか、まあ、競馬学校入ろうとか JR 入ろうとか、まあ、沖牧場行こうとかいうの人たちがまあ、ワーホールも含めて向こうに行って修行をして、うん、であの日本に帰っていろんなところで、活躍してるっていうのもありますし、うん、昔で言えば矢作先生も、うん、矢作先生はあのお父さん大井の調教師、はい、で海星高校出たのに競馬の仕事やるっていう時に、うん、お父さんがオーストラリアで修行してこいっつって行かしたようですから。お父さんが言ったんですね、うん、なんで、結構修行の場にもなってるし、日本の、まあ、皆さん名前知らなくてもいろんな牧場とか厩舎とかで働いてる人材もオーストラリアで、まあ、修行して力を蓄えたというケースは多いですよね。一個質問なんですが、はい、日本だと短期免許で海外のジョッキーが来る時の審査って厳しいじゃないですか、うん、それぞれの自国で、うんまあ、リーディング上位のジョッキーしか来られないと思うんですけど、はい、オーストラリアはそういった基準はないんですか。ないんじゃない、クリアランスさえ取れればいいんじゃない、その要は騎乗停止じゃない、あでここの国でこういう免許持ってます、うん、って言ったら、まあ、日本の中央競馬の免許、地方競馬の免許をちゃんと持ってれば向こうでライセンスそのものはもらえると思うんですけど、うんまあ、乗り比がないですよね、まあ、来てもいいけどあとご自由に、そう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 、日本に逆に来るのは今オーストラリアだとその、まあ、EG1
帰ってる回数で取るのもできるけども、うん、あのリーディングそのプレミアシップの順位で取ろうと思ったらビクトリアがニューサウスウェールズのメトロのリーディング3位以内しか確か取れないんですよ、うん、狭きもんですね。これもう本当 JRA がオーストラリアそんな好きじゃねえなって感じる一面でもあるんだけどで、まあ、相当なトップじゃないとそうです、ね、日本の短期取れないと、うん、でもまあ向こうに行く分には、まあ、どうぞ来ていただいていいですよ、あとはまあ自分でのリクラちゃんと見つけてくださいねということになります。分かりました。あとオーストラリア競馬と日本の競馬の違いで、うん、騎手の乗り方の違いとかはあるんですか。うん、まああの乗り方というか隊列の出来方とか隊列の出来方も違うんだ。あとその要はどういう乗り方が良しとされて、はい、どういう乗り方怒られるかっていうのがあるんですよ、うんうん、でまずポジション取りが厳しい。でもう要は隊列が落ち着いた時に好ましい位置にいないといけないから、はい、バンと相手からその隊列を落ち着くまでは、まあ、隙を見せたらいかんですよね、うん、でじゃあ好ましい位置って何なんだって話なんですけど、逆に怒られがちなのは3ワイドノーカバーといってですね、うん、何ですかそれ。要は内から3頭目、うんまあ、外だよね、うん、かつ前に馬がいない。あそこれはその要は外も荒らされて損だし、うん、前に馬がいねえからかかっちゃうこともあるじゃないですか、うんうんうん、馬これはだからもう新人とかでぼやぼやしててそういう位置になるとそれが敗因だって言われて次乗してもらえないとかっていうことはあるんですよ。だからその二列渋滞の文化がすごい強いです、うん、オーストラリアのレースも条件戦とかも含めて見ていただくと、うん、やっぱり二列渋滞になってるレースがすごく多い。さすがに1列渋滞にはならない。それはね、さすがにすごい長くなっちゃう。3列渋滞にならないし、3列目でなんか1頭浮いてるのがいたらもうこいつ怒られるんだみたいな感じなんです。ましてぶっかかってたらね、超怒られちゃうんです。だからただそうすると今度はその序盤がもうわわわってなりますから、うんうん、まあ頭数がそんなに多くない競馬はまだいいですけど、まあ正直さもう終わった競馬だからさ、言うけどブレイクアップが出遅れたじゃないですか。はい、誰も出負けした同士みたいなのあるじゃないですか、うんうん、の後のじゃあどうするっていう時が、うん、やっぱり向こうの方が決め打ちが早いから、だからやっぱ松山騎手普段乗ってる競馬と違うじゃない、うん、数も違うしさ、頭数も、うん、だからまああんまりちょっとね、あの何もできんで終わる感じになっちゃったのは、うん、そういうこう日本と向こうのカルチャーの違いみたいなのはあるかなと思います。あと長距離はスローなりがち。あ、そうなんですね、うん、まあ多分本当になんですかね、地金入りのステイヤーみたいなのが今の時代いないからじゃないですか。スタミナだけで勝負しようとかっていうのがいないから、うんまあ、長距離の中盤は、まあ、お互い体力を温存してみたいな流れになりがちなんです、うん、じゃあ日本のすごいスタミナがあってもう別に序盤から結構いい流れで運べる馬、はい、で中長距離得意な馬がオーストラリア行ったら結構勝つ確率高い、いやあると思うんです。だからその23着になったカレーミューロって言ってもそれを狙ってたんですよ。18番枠だけどトミーにはもっと出してって、もし何か来たら1頭行かせて番手、うん、来なかったら逃げてもいい、でとにかく4角は先頭にしてくれという話をして、まあ、その通り乗ってくれたんですけど、まあ、馬がやる気ゼロだったんですよあの馬だってあれですよ、当日草案所で寝てたんですよ。すごいですね、リラックスしてたってこと。これ A 型だから前日も翌日も馬体重測ったんだけど、はい、同じだったんですよ。だからメルボルンカップ走って何の消耗しもしないですよそんなことあんだなとすごい、まあ、馬も生き物ですからね。馬のでもあの時は僕はトミベリーは今でもレースの形としてはちゃんと乗ってくれたとすごい思ってます。で日本にない風習というか、うんまあ、ルールっていうんですかね、うん、今までと全然違う競馬をするときには事前申告しなきゃいけないんですよ。じゃあ逃げ馬はもう今日すみませんちょっと控えていきますと、はい、今まで後ろで競馬してた馬が今日はもう前付けできたらしたいですっていうときは、うん、事前にスチュワードに申告しなきゃいけない。それって作戦として秘密にしておくってできないんですね。いや、まあ申告は絶対しないで、だからレーシングニューサウスウェールズのツイッター X のアカウントをフォローしてると、うん、どこそこの何レースの何馬は、うん今日はポジティブにレ
スをするとか、その申請内容が流れてくることあるんですよ。そうなんですね、うん、でだそれを申告しないでいきなり違う競馬したら、うん、もうなんだあれはと。要はその八百長とかを防止するためにね、ちゃんともともとやる予定でしたよ。だ本来だったら人間先行で強いはずの馬を急に打ち下げて不発とかに して、うん、でもそれは乗り事勝手でしょってわけにいかないから、うん、控えるんだとしたらちゃんと事前申告しなければいけないっていうことになってるんで、だからあんまりそんなんですかね、ノープランの競馬とかをすることはできない。その事前にこうしようと思ってからいけない。それもしあのいつも後ろからの馬が、うん、今日は前の方に行きたいと、はい、で申請をしました、はい、でもスタートしたら出負けしてしまって、はい、前に行けませんでした、はいはいはい、それは別に許してもらえるんですか。それはまず呼ばれますから。あ、呼ばれるんですか。はい、呼ばれてパトロールを見ながら、うん、まあ、これこれこういう次第でやろうと思ったんだけど、うんうん、できませんでしたと言えば、まあ、それは採決員が、うん、なるほどそうだねと言えばお咎めはないですし。なるほど。もう本当かって話になるとか、そこからまた人なるほどね。であのやっぱり僕はオーストラリアの採決の方が、まあ、厳しい面はあるけども、うん、まあその基準が筋が通ってるかなという気がします。これはどうしても国によって今その膠着制度とか揃えましたとかなんとか言ってもやっぱり審判の基準ってイコールではないんですよ、うんうん、だからその日本だったら別にこんなのいいじゃんっていうのが向こうでだったら非常停止取られるとかあります。特にその例えばそのレース序盤に1回前に出た馬のさらに前カットして入るとかっていう時に、うんうん、日本だったらよほどケツで頭ぶち当てて入らない限りはまあ制裁にはならないじゃないですか、うん、でも向こうだったらいやもうそんだけしか感覚ないのに前入ったらダメですよみたいなことで、まあ、だから日本人の騎手も海外行ったら日本の感覚で乗って制裁もらうはあります。これ天下の武豊騎手でもありました。あ、そうですか。あの香港で、4コナカなんかでもらったやつが一回あったと思うんですけど、それはもう日本だったらこんな入り方別にいいよねっていうのが向こうではダメですってなる。うん、まあ、そういった違いもあるんですね、はい。この動画が楽しいと思われた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。大ジグサンシンジケートの YouTube チャンネルではオーストラリア競馬や共有馬の情報をお届けしておりますので、ぜひそちらも見てくださいね。